高橋明は日本の政治家。愛知県豊橋市長、愛知県議会議員、同議長、豊橋市議会議員などを歴任した。本名は高橋にわ美。愛知県豊橋市小口町出身。1941年、愛知県豊橋中学校卒業。1943年12月、学徒出陣。1947年3月、 早稲田大学法学部卒業。同年10月、大道成功株式会社入社。1948年5月、有限会社、高橋製紙上入社。1963年4月30日に行われた、豊橋市議会議員に無所属で立候補し、トップで初当選を果たした。1967年の市議選は自由、民主党公認で立候補し、再選。 同年、知人の公認会計士から、倒産目前の豊橋電気工事株式会社の再建を頼まれる。1971年に、息子の高橋慶明に譲るまで、同社の社長を務めた。1970年2月8日に行われた、愛知県議会議員選挙の豊橋市選挙区補欠選挙に、自民党公認で立候補し初当選。 1979年に4期目の当選。1982年5月、議長に就任。同年7月、全国都道府県議会議長会副会長就任。参院選出馬を要請されるが断り、1983年4月24日に行われた豊橋市長選に立候補。現職の青木茂、共産党公認の杉林新幸らを破り、初当選。 1987年7月、全国市長会副会長就任。1993年8月12日、入札制度の改善を検討していた高橋は、制限付き一般競争入札を導入すると発表した。また、入札室に傍聴室を設け一般に公開することも決めた。同制度の導入は、愛知県内では岡崎市に次いで2番目。 1995年4月、無投票により4選。任期中に、フォルクスワーゲン、アウディ、メルセデス・ベンツなどの輸入センターの誘致に成功した。1996年9月4日、豊橋、東口駅前広場整備に伴う、電気設備工事の入札に関し、談合容疑で、豊橋電気工事株式会社の高橋恵前社長ら、業者4人が逮捕された。 同社は1995年11月21日に行われた入札において同工事を3億7590万円で落札していた。高橋慶前は自身の長男であったため9月9日開催の市議会定例会で各会派の市議から関係を追求された。高橋はちょうど4日の晩報道関係から疑惑によって 息子が逮捕されたということを知っているかと問われた。私は大きな鉄の斧で頭を叩かれたような思いで、談合というものは一切ないと信じたと答弁した。ところが、同年9月27日、ゼネコンの元名古屋支店長から、豊橋競輪場のメインスタンド建設工事に絡む、指名に便利を図ってもらうために、喜び善と共謀して、 数百万円の収賄を受けた疑いで逮捕された。9月30日に辞職願いを提出し、10月2日付で市長を辞職した。起訴を経て、同年12月25日に名古屋地方裁判所にて、懲役2年4ヶ月、執行猶予4年、追徴金400万円の判決が言い渡された。2007年1月8日、パーキンソン病のため、 豊橋市の成田記念病院で死去、去年83、ありがとうございます。